校の入学式みたいなもんでしょうか。これから9月の20日に植え付けて11月末の収穫開始に向けていろんなイベントがあるんですけども、はい、冬に向かっていくんですが、私もこれから成長ですね、皆さん楽しんでいただけたらと思って、ちょっと最初に説明をしていきます。食のベンチに植え付ける苗がこちらですね。夜間だけ15度以下の環境に置いてたんですけども、はい、ここに、温泉卵、そしてで植え付けをしていきます。このハウスが80メーター長さが6棟ありますね。これだけでまず2万ぐらい2万株ぐらい植え付けをするんですが、さあこれから体力勝負です。皆さんの12月のいちごの感動をですね、共有できるように、これから精一杯頑張っていきます。これからの生育の変化もお楽しみに。